新たな体制で警護には臨むべきだと私は考え、本日国家公安委員会に辞職を願い出たと。もう一回言ってくれますか？もう一回。新たな体制で警護には臨むべきだと私は考え、本日国家公安委員会に辞職を願い出たと。おっとおっとおっと、自ら辞職って見え据えた嘘。高橋春之が逮捕、そしてさらに森喜朗も噂だね。中村至るやばくなってきたな。ふふふ。駅ドロドロの変態強姦の山口範之。山口を逃亡させた犯人は中村至るだよな。お前には山口のドロドロの駅がついているはずだ。中村至る、逃げろ逃げろ。